同盟地図が見たい。チェオベルトはシロップ社へ向かったんだな。そうよ。でも状況は厳しい。この州はブリトン人の王ロドリと泥沼の戦いを続けてる。チェオベルトは西方のブリトン人と和平を築こうとしてる。未熟な若者には難しいわ。お前の指導が実を結んでるといいが。ええ、でもあなたが助力するのが一番よ。チェオベルトが成果を上げれば頼りになる同盟相手を得られる。シロップシャーに向かうとしよう。よかった。彼とアイバーは今クワットフォードにいるはず。アボン・ファブレン川を進めば見つかるわ。アイバーが一緒なら確実に行かないとな。そんなんじゃ羊も止められん。来い。肩が痛いです。無視しろ。ためらうな。最後までやれ。よいしょっと。立つんだよ。ほら、体がついてくる限り動き続けろ。ほら。まずまずだ小僧。もっと荒々しく小僧に俺の玉を。アイバー、これは訓練か、それとも拷問か。まあどっちも似たようなもんで。エイボル、ようこそ。知らせを受け取ってくれたのですね。ちょうどよかった。ブリトン人との交渉はこれからです。交渉中はお前のそばにいる。知っておくべきことは、ロドリ王がここに。私が話すことになっています。ロドリは和平を求め出した。俺たちが哀れな弟グリアッドを捕らえてからな。放たれ野郎にお似合いの名前だ。グリアッド・アプ・メルク。ロドリ王は近くの教会です。シロップシャーの代表者は誰なんだ。前任の大使が戦死したため、レオラーフ司教が代理です。この泣き虫がその地位につくまでな。それが王の望みだ。私一人で導いていくなんて、考えただけで恐ろしい。戦時に大使を務めるのは大変だぞ、チェオベルト。お前はちびっちまうだろうな、間違いなく。未来の大使としてお前も交渉の場では発言した方がいい。ただしロドリは王だ。無礼な態度は決して許さないだろう。ロドリは俺たちをひざまずかせてバラの香りの屁を嗅がせたいんだ。あいつはそういう野郎だ。会ったことが。戦ったことさえある。この傷は奴がつけた。今度は俺の番だ。俺が大殺しと呼ばれるゆえんを教えてやる。あんたは引っ込んでた方がいいな、アイバー。どう考えても交渉が台無しだ。私は二人とも同席してほしいです。案内人と審判として。ならば約束してくれ、刃はしまっておくと。エイボル、笑わせるな。俺は誓いを守る男だ、知ってるだろ。まあいい、交渉事はお前に任せる。多分よかった。では教会へ。客人が待っています。ここから村を一つ越えた先です。ブリトン人と戦い続けてもう2年になります。奴らは優勢だったが、俺が強戦士を引き連れかき回し、ロドリの弟をドブの中に追い込んでやった。ロドリの和平交渉を受け入れたアイバーのおかげです。せめてあのジジイが苦しむ様を楽しもう。まあ殺すのとは程遠いがな。それができれば俺の名声にも箔がつくんだが。名声だと？大殺しとしてな。マーグレットみたいに逃がした王ばかりじゃないぞ、狼傷。和平だ、アイバー。お前の偉そうな兄貴はどうなった？ああ、今は離れ離れだ。どこにいるのやら。どこぞほっつき歩いてる兄貴なんてほっとき。司教と王はすでに教会の中で待ってるでしょう。
キリストの家か。どこも厳格で冷たい感じだ。でも中は温かい。神は王と司教と私を一つにし、神のもと平和が実現できるはずです。臆病者のお前たち、ダニール隊長、司教に我らの見解の説明を。はっ、かしこまりました。レオラーフ司教、和平交渉をするにはまずグリアット様を返していただきたい。王の弟君は、王の弟君は口かけた牛糞袋だ。お前はその顔と匂いには覚えがある。アイバー、骨なしと呼ばれている男、その傷をつけたのは私だったな。ああそうだ、お前だ。この礼に一撃くれてやるぞ、クソ野郎。その膨れたクソ頭にな。そこまでだ、二人とも。今は互いに恨みを忘れよう。ここに集まったのは平和への道を敷くためだ。平和、平和、平和、ブリトン野郎とは無理だ。戦なら異論はない。皆さん落ち着いて、私が求めるのは良き信頼だけです。こちらの要求は知っているはずだ。グリアットを解放するまで我々の間に平和などありえない。あいつはついてるぞ。逃げようとして刃の上に倒れたのに。じきにお前も自分の刃に伏すことになる。あなた落ち着いて。和平交渉はこちらの利益になるわ、私たち全員のよ。まず先にグリアット、お前の晒し首が先だ。そしたら解放してやる。あなたやめて。もう十分です。ここは神の家ですよ。少し休んで頭を冷やしましょう。いいですね、エイボル。こちらへ。あなたのことはチオベルトから聞いています。冷静な方だと。まさに今必要なのはそれです。多分もう遅い。戦の気配にカラスどもすら集まってる。私はそれなりの銀を持っています。ここにいる者たちと話してください。銀で和平をもたらせる者がいるならその者に。話が進んでいない。どうなんか心配です。慌てるな、まだ大使になることはできる。ロドリオ。なんだ。和平を結ぶ手伝いをしたい。グリアットの身柄が戻らない限り和平などありえん。あんたが和平に合意すれば弟の身柄は戻る。銀を渡すから考えを変えてくれないか。略奪で得た銀など受け取るものか、天人。立ち去るがいい。対話、対話、そればっかり。ロドリと一緒にいたな。王の相談役か。いかに。アニール・アップ・カドバルフ、呼び方に注意しろ。それで、兵士殿、あんたは王と近いのか。陛下は決断に必ず私の意見を求める。私が戦といえば戦になるし、平和といえば平和になる。求めてるのは和平だ。銀を用意したらロドリオに決断を促してもらうことはできるか。銀だと？私に？うん、いいだろう。それなりの銀を渡してくれれば陛下に和平を進言してやろう。話がわかるようだな。もしかしたら用意できるかもしれない。ふん、お前もな。一休みしたらどうするのか教えろ。血で決着つけるべきだ。手のいい言葉じゃなく。エイボル、あんたの言う通り話してみた。結論は出ましたか。誰に銀を渡すことにしました。まだ誰に渡すか決めてない。どうか急いでください。アイバー、鍵かけろ。で、あの豚を殺す気になったか。あんたに銀を渡したら和平がなるまでおとなしくしてるか。和平ね、本当に実現するとでも。言ったろ、奴のことはよく知ってる。答えはどうなんだ。
どうだろうな。この手に銀を握ってみないことには何とも言えんな。なら銀を用意できたら話をしよう。ああそうだね。今度は銀をちらつかせるのか。ブリトン人が怖すぎて。グリアッドだな。ロドリオの弟の。ああ、お前たちの駆け引きの傷だらけの駒だ。兄のことをどう思う？兄は私を愛してるが、どうにも腰が重く頭が硬い。私が王なら全く別の策を取ったろうね。好機があるとしたら。王になる好機か。喜んで飛びつくだろうな。だが王を変えるには大金が必要となる。貴族たちを買収せねばならんからな。約束はできないが、必要なものはおそらく用意できる。何が望みだ？ロドリから玉座を奪い、ブリトン兵をシロップシャーから撤退させろ。そして二度と国境を犯すな。嘘でないなら喜んでその提案に乗ろう。では検討してみよう。今度は銀をちらつかせるのか。ブリトン人が怖すぎて金で戦いを収めよう。王妃、ひとまず怒りを忘れて和平への道を探そう。あんたの王が一番心配してるのは何だ？国庫が戦争により枯渇しました。大きな負担となり、王の決断にも悪い影響を及ぼしています。もし銀があれば、王を戦から遠ざけることはできるか？支援していただけるなら、夫は和平へと傾くでしょう。アンハラド王妃、この銀を受け取ってくれ。王の安らぎのために。わかりました。グビネズ王国はあなたに感謝します。デオラーフ司教に報告した方がいいな。ああ、エイボル。さらに多くに聞いてみた。それで結論の方は？アイバーの機嫌が悪化しています。銀はアンハラド王妃が王室に収めることになった。ロドリを落ち着かせる役に立つだろう。ああ、王妃は賢い方だ。ロドリー、俺を散々コケにしやがって。決闘だ。ダメです。おい、骨なしアイバー、腰抜け歯抜けの意気地なしめ。私は殺せんぞ。私は竜によって死ぬ、そう予言されているんだ。なら弟はどうだろうな。予言は守ってくれるか？グリアット、なんてことを。安全な場所へお連れしろ。急げ。骨なしを殺せ。この教会を奴の血で染め上げるのだ。アイバー、待ってくれたな。あとは誰が真の戦士かを教えてやるだけだ。アイバー、これでは和平が台無しです。和平なんてものに騙されるな。こそ所詮つかの間の空虚な言葉だ。ああ主よ、これでは虐殺だ。こうなった以上、戦って切り抜けるしかない。いい試練だろう小僧。主よ、許したまえ。
俺の背を守れ、チェオベルト。お前の背に短剣が刺さった時は抜いてやる。なんてことだ。ここにいるのが一番安全だ、司教。この扉を何とかしてくれ。ロドリの弟を殺したなんて、このけだもの目、和平の機会が台無しだ。ロドリとの和平なんて、お前が童貞のまま死ぬぐらいありえんぞ、司教。お前らは分かってない、やつの狡猾さをな。済んだことは仕方ない。ブリトン人が体制を立て直す前に次の手を考えよう。彼らはきっと大城塞へ退くはずです。あそこは簡単には落とせない。なら兵糧攻めだ。武士を叩けば殺してくれと乞うようになる。神よ、また戦で人が死に大勢が家を失う。進むべき道は他にない。あんたには土地勘がある、レオラフ。どうすればいい？ではウェンロ艦の拠点にある食料や物資を狙いましょう。場所はクアッドホードの南です。ロドリはもう一つ補給船を隠し持っています。川近くにいる避難民たちなら何か知っているはずです。何にせよロドリのブリトン兵が反撃してくるな。ええ、アニールが兵を率いるでしょう。彼らは崩れた塔の西にあるウェズベリーで訓練しています。
お前の手を煩わせるまでもない、エイボル。俺がウェズベリーの偵察をしてこよう。あなたに偵察を任せたら、結局また戦いになります。俺の仕事は丁寧なんだぞ。私も行きましょう。この状況を正確に把握するためにも。それなら物資を叩いた後でウェズベリーに向かうとしよう。向こうで会おう。最後に一つ、この戦いを終わらせるには民兵が必要です。捕虜を見つけたら救出を、兵の数を増やせます。おい、誰だ。大丈夫、味方だ。ブリトン人が物資を運び込んでる場所を知りたくて来た。デーン人が味方だって。そのつもりだが。人殺しに略奪、焼き討ちに何年もさらされてきた。デーン人は信用できない。ロドリは我々の共通の敵だろう。望みは奴の補給線を断ち、和平交渉の席に着かせることだけだ。平和になればあんたらもこれ以上この土地をさまよい、苦しまずに済むんだ。まともなことを言うな。いいだろう、デーン人。知ってることを話そう。ブリトン人はドゥーストーン採石場を通して物資を運んでる。南に塔が見えるだろう。そこが丘の門の廃墟、そのさらに南だ。ありがとう。ここの物資を奪えばブリトン軍は弱り、和平に傾くはずだ。
デオラーフの民兵候補だ。物資よりも重要だな。自由にしてやる。その代わり戦いに力を貸せ。これでよし。次は奴らの補給線を突き止めよう。ロドリを交渉の場に引き戻してやる。ドゥーストーン採石場にはブリトンの荷車が置かれてる。それを焼けばロドリに和平を迫れるはずだ。採石場とウェンロ館の両方とも片付いた。これでロドリも正気に帰るだろう。アイバーがまた問題を起こす前にウェズベリーに向かおう。アイバーだ。チェオベルトもいる。多分かすかな草の匂い。違う違う、こいつは遠雷の匂いだ。俺たちはトールと共にある。アイバー、チェオベルト。よう、エイボル。この王子に教えてたんだ。トールの加護があるとな。俺たちの勝利は間違いない。それで、計画は？この村はあのアニールの野郎が仕切ってるようだ。ブリトン人に従うとどうなるか、村人どもに思い知らせてやろう。すべてを打ち壊し、灰にして、アニールの首をかき切る。そうだろ、小僧。残酷に戦いたいわけじゃありません。首を切るのは、あなたに任せます。ここで勝利すればチェオベルトは大衆になれる。今は王子でもうすぐ大衆、末は王様と来た。お前は出世頭だな、小僧。私はできる限り平和的に大衆になりたいんです。アイバー、ここで終わらせましょう。すでに大衆みたいな口ぶりだ。血がたぎる。今すぐ突撃して血しぶきを撒き散らそう。気づかれないように進んだ方が時を稼げる。へえ、俺は派手にやりたいのに。まあいい、お前が決めろ。静かに行こう。武装したブリトン兵全員に出迎えてもらう必要はない。俺はここに突っ立ってよだれを垂らしながら待ってりゃいいか。チェオベルト、この老人の思い出話を聞いてよだれを拭ってやれ。俺は我慢が苦手でな、エイボル。静かに片付けないならレデチェスターの時みたいに飛び入りするからな。俺たちは後方で砂絵でも描いてるさ。だが急げよ、俺の血がうずいてる。顔を隠すべきだな。神々よ、アイバーはまるで狂犬だ。
もまた破れる。よ、見たか？随分頼もしくなった。勝利に感謝を、そして命を奪ったことをお許しください。チェオベルト、あんな神が何だってんだ。勝ったんだから笑え。私は嬉しくはないです、アイバー。エイボルと俺はこのために生きてんだぞ。剣の歌、血の煙、骨が砕ける音にむき出しの歯。これで血は十分か、アイバー。もうフェンリルの上も癒せるほどに殺した。いや、まだだ。チェオベルト、お前の気持ちはわかるが、この勝利には意味がある。そうだろう。うん。とにかくロドリから早く和平の言葉を引き出したい。彼はどうすると思いますか？ロドリは炎を目にし、ウェズベリーの壊滅を聞くはずだ。あの野郎は竜以外には負けんと抜かした。俺たちでその真偽を見極めてやろう。求めてるのは平和だ、アイバー。復讐じゃない。納得できないならレプトンに帰れ。お前はロドリを分かってないんだ、エイボル。奴は姑息で嘘つきなクソ野郎だぞ。もう十分です。少し心を落ち着けたい。じゃあ酒でも飲め。いえ、アイバー、真の安らぎが欲しいんです。森を散策するか、それか釣りでも一緒にやりませんか？釣りだと？お前の芋虫を水たまりに沈めたいのか？近くに小さな池がありました。どうですか？一息ついて頭を冷やすのも悪くないな。すぐそこです。釣りはすかん。どこが面白いんだ。魚は死の恐怖を与えてはくれないぞ。うなぎを釣りましょう。デオラーフは取れたてのうなぎを入れたイラクサのスープが好きなんです。俺はいい。これだけあれば十分です。デオラーフ司教も喜ぶ。アイバーにも見せましょう。村の制圧より時間がかかったな。でも十分取れました。司教も喜ぶでしょう。そのボンクラが来たぞ。おや、勝利を祝うにしては何とも風変わりな。とはいえキリストもまた魂の領主と言えることでしょう。司教、十分取れました。ありがとう、チェオベルト。気が重くてかないません。多くの家が焼かれました。再建に何年かかることか。こいつの戦いを見せたかったぞ。きっといい大衆になる。獰猛で恐ろしい大衆に。むしろ正しく公正でありたいですが、感謝します。先ほど知らせを送りました。ロドリオがまた和平を考えてくれると良いのですが、弟君のことは。結果的にはいい方に転んだ。見ててみろ。ブリトン人は子犬のように慈悲を乞うぞ。この計画に疑問はあったが、うまくいく可能性はある。ロドリには大きな痛手を与えた。次の段階が最も肝心です。クワッドフォードでのことを考えれば、アイバーはいない方が良いかと。隠れてろだと？ここまで貢献した俺に引っ込んでろってのか？司教の言う通りだ、アイバー。あんたは戦士であって交渉人じゃない。そうかい、オオカミキズ。俺はロドリを知ってる。奴がどんな手口を使うかもな。忠告はしたぞ。俺の兵を聞いたら
あの野郎への歓迎だと思ってくれ。彼の誇りを傷つけました。癒せる方法があるならぜひ教えてくれ。彼は誇りのせいで気難しく、短期ですぐに手が出るけれど、素直な心もある人です。アイバーのためにイノシシを飼ってきます。一緒に火を囲んで戦の話でもすれば彼の機嫌も治ります。司教、我々はロドリの到着に備える必要がある。兵たちを呼んでここに陣を張ろう。